日本最古の芸能と言われる雅楽をはじめ、さまざまな形で日本の伝統音楽を伝える音楽祭、ミュージックフロムジャパン、37回目を迎えた今回の音楽祭では、1000年以上前に日本に伝わったと言われる高さ2メートル、西洋のハープに似た楽器クゴの演奏が、ハープ奏者の佐々木冬彦さんにより披露されました。クゴは日本の多くの弦楽器とは異なり、直接指で弦に触れることにより音の強弱がつけやすく、その繊細かつ迫力のある音色に多くの観客が聞き入っていました。今回の音楽祭ではこの日のために作られた曲もあり、これらの曲には特別な思いが込められていました。村のために、伊達村のために、その何か書いてほしいと、作ってほしいとお願いしたんですね。実は今年のミュージックフロムジャパンは、去年起きた東日本大震災で被害を受けた福島県飯舘村の復興支援も目的としており、演奏者の佐々木さんなどが曲を提供。これらの曲には飯舘村を支援する思いが込められていました。コンサート前には飯舘村の菅野村長による講演が行われ、東北地方の方言で丁寧に心を込めてを意味するマデイに基づいた村づくりの大切さや、福島第一原発事故のため避難区域に指定され村民すべてが避難することになった飯舘村の現状を伝えました。夜になっても火が灯されず、まさにゴーストタウンのような状態です。私たちはこの災害としっかり向き合い、必ずふるさとを取り戻すため全力で向き合うつもりでいます。みんなで皆さん方がやはり心配をして、村のために作っていただいた歌ということで、心がですね、温まる思いで聴かせていただきました。ちょうど1年近くなるんですけども、もう一度世界の人に理解してもらうことによって、それが福島だけではなくて日本に、ね、跳ね返って、日本人がもっぺんこういう災害があったんだけど、思い出してもらいたいと思いますよね。